名古屋三越栄店でお中元ギフトセンターが開設されました。毎年恒例のお中元商戦出陣式は行われませんでした。密の状態を避けるためにこのように通路のスペースが広く取られています。受付カウンターはパーティションで区切られ、店員との間に飛沫感染防止のためのクリアシートが設置されています。注文後に毎回拭き取り清掃を実施します。待合スペースの椅子は去年の倍の間隔を空けて置かれています。買い物にも出れない、という中でですね、自宅でしっかりですね、お味をお召し上がりをいただきたい、お楽しみいただきたい、ゆっくりリラックスをしていただきたいというですね、商品になっているかと思います。お中元ギフトセンターは7月27日まで開設され、一部の商品はネットやファックスで注文できます。